こんにちは、速稼塾の久保です。広島参院選ね、おかげさまでめでたく宮口春子さんというね女性の方が当選されました。この方ね、わずか1ヶ月前まではもう本当に全然知られてない方だったんですよ、一応アナウンサーをされてたということですけども、アナウンサーのお名前なんてね、申し訳ないけどもいちいち覚えてる、そんな国民はあまりいないと思うんですよね。だから知名度が勝ったのかどうかっていうのは何とも言えませんし、政策がどうこうじゃないかもしれません。ただね、やっぱり失望と期待が今回あったんじゃないかなと思うんですよ。自民党に対する失望、そして自民党以外だったらもうね何かをしてくれるかもしれないという地元の期待ですよね。なんか考えてみると、なんかことさらに二項対立を煽るつもりはないんですけども、結集広島というタイトルも良かったと思うんですがね、広島対外部勢力だったみたいな感じはしますね、広島を何とかしようとする人たちの集まり、いわゆる正義の団体と、不正をした外部団体、黒船ですよね、黒船みたいなものが、やってきて、広島県内の誰かを両立したみたいな感じですよね。で、西田さんね、自民党候補の西田さん、本当にね、私ね、最後のご挨拶見せてもらったんですけども、いや西田さんのせいじゃないですよ、これは心の中でね何を思ってたのかまでは分かりませんけども、私だったらね、自民党のやつが余計なことを前回したもんで俺が当選しにくくなったじゃないかよと、俺は捨て石かこの野郎みたいな感じでね毒づいてたと思いますね、心の中でね。で実際そうだと思いますからね。西田秀則さんは後任だとはいえ、党首が挨拶に来るわけでもないし、西田秀則さんというのが、同じ名字ということでね、応援に来てましたけども、どうなんですかね、なんか本気で応援するつもりあったのかなと思いますよね。前回買収をした河合案里には並々なるそうそうたる応援がありました。そして1億5000万もの金を突っ込みました。こう不正をするのにはこのぐらいのエネルギー使うんですよ、自民党は。正々堂々とやるとこんなもんなんですよ、こんなもん、じゃないですかね、自民党の皆さんね。そしてその自民党を応援していた公明党の皆さん、恥ずかしくないですか、公明党の人ね。自分はいつも傷つかないようなところから、あっちにフラフラ、こっちにフラフラ、公明党ね、最悪ですよ、公明党、公明党は最悪ですよ、公明党最悪、これからの公明党に期待します。私も公明党さんをいじめるのはこのぐらいにしておきますからね、ただやっぱりこうどっかで生まれ変わってほしいなと思います。本当に国民の声を聞く力はあると思いますし、公明党さんは自民党なんかにすり寄らなくても公明党さんだけでやっていけるすごい力を持ってるんですよ。でそれは自覚されてると思うんですけどね。そして創価学会の方も、特に女性の方中心に、創価学会の方も公明党さんをねだから支えてると思うんですよ。でもやることなすこと、自民党の素晴らしい素晴らしい、自民党よかったよかったよかった、自民党のいいところをね拍手するのはいいんですよ。何なんですか、不正にまで関与してるんですかね、してないか分かんないけども、あそこにメス入れないと、公明党さん、公明党さんの立場ならね。で今回岸田元政調会長も西田秀則さんの敗戦にですね頭を垂れてました。その時にちょっと気になったことがあるんですよ、岸田さんね、大変厳しい状況に置かれてっていう言葉を何回も使われてましたけども、厳しい状態にしたの誰なんですか、自民党そのものじゃないですか。なんかね、厳しい状態に置かれてって他人事ですよ、これ自らやったんでしょ。で厳しい状態がどうかって当たり前ですよ、買収してるんだから厳しくなるのに決まってるじゃないですか。買収をしといてね、あれほどの大規模買収、広島の議員をめったくそにしといてね、10万20万で買収される人間というレッテルを貼るために一生懸命やってきたわけでしょ。でその上で厳しい状態に置かれないことを期待してたのかってことですよ。いやもうね、広島の自民党は全部解散した方がいいですよ、あれほどのことしといて。でそこまでやんなくても立候補する候補者を立てるどんな厚顔無恥ですよこれが。まあ出て敗北しますよね、岸田政調会長、元政調会長岸田さんもね、西田さんも腹の中同じじゃないかなって気がするんですよ。
ちょっと同情をかけて申し上げますけども、自民党執行部が余計なことをするもんだから、買収みたいなことをするもんだから、地元でしっかりやってる人がこれからもう冷たい風にさらされるじゃないか、もう余計なことすんなよみたいなね、自民党に対する怒りもあるんじゃないですか、自民党内にいながら。なんかだからある意味ね、岸田さんとか西田さんとかね、被害者ですよこれ、自民党による、身内をこうやってね恥をかかして犠牲にして何を成し遂げようとしてるのか、安倍政権、菅政権、それを支える麻生財務大臣、二階幹事長、もしね身内に利用価値がなくなるとこういう目に遭うんだなということじゃないですかね。どうなんですかね。なんか今回自民党の応援確かにちょっとしょぼかったんじゃないですか。なんかね、いつもの自民党の元気なかったですよ。正々堂々と悪事をきちんと自浄作用を果たしてね、赤裸々に果たして、警察がどうこうじゃないんですよ。自民党内で調査すればいい話なんですよ。調査して発表、それから河合案里、河合克行を白日のもとにさらしてね、でもうさらし首ですよ。別に首を切るってわけじゃないですよ、やっぱりね、県民の皆様の前に顔をさらして、なんだ選挙の時だけですか、よろしくお願いしますっていうの、こっちがお願いしますですよ。ほんと人を騙す時のね笑顔だけはね一流ですよ。ほんと演技力だけは上手な自民党、劇団ひまわりにでも入るかって感じですよね。まあ古いセリフでしたけどね。まあでもほんとなんか今回は救われた思いですね、私はね。別に宮口さんが当選すればいいと思ってるというよりも、なんか自民党でなくてよかったって感じですね、今回に限っては。でも次からはね、本当にこう自浄作用をしっかり果たして、元通りの力強くて正々堂々した自民党がまたね、私たちの目の前に素晴らしい政策を引っ提げて出てくることを期待します。もうね、自民党さんもねズルしなくったっていいんですよ、ズルしなくても勝てるじゃないですか。勝ってくださいよ、ズルせずに、ね、ということで、スポーツマンシップ並びにビジネスマンシップというものをずっとね放送してきましたけども、政治家さんシップっていう新しいマインドセット作ってみたらどうですかね。ということで今回は以上でございます。広島参院選お疲れ様でした。